主催にお越しいただきありがとうございます。スポンサーの皆様、相模スタの皆様、1年間ご支援ご声援ありがとうございました。相模スタの皆様には今シーズン辛い思いばかりさせてしまい申し訳ございません。そんな中、常に応援してくれ励ましてくれたことを心から感謝します。ありがとうございました。来シーズン選手は大幅な入れ替えがあります。若い選手も多くなります。ただ相模スタの皆様には変わらずサポートのほどよろしくお願いします。本当に1年間ありがとうございました。1年間本当に不甲斐ない成績本当に申し訳ありません。5月から監督というポストをやらせていただき、自分の力のなさ、本当にまだまだだなと感じています。しかし選手たちは最後までよく走ってくれました。サムミスタの皆様、スポンサーさんの皆様には本当に感謝しかありません。ただこれからまだ選手たち、これからどんどんサッカーまだ続けていくと思います。相模原から去ったとしてもしっかり背中を押してあげて声援をしてあげてください。本当にスポンサー様、相模原の皆様には残念な結果ばかりで笑顔を与えられず本当に申し訳ないんですが、なんとか選手たちとこの悪い流れを切ろうと思い努力してきました。自分の力のなさもありますが、まだまだ私もこのサッカー界で生きていこうと思っています。もっとこれから勉強してまた相模原、また違うチームでも指揮を取れるように私自身努力していきたいなと思っています。これから選手たちがいろんなチームに行くと思いますが、ファン、サポーターの皆様、選手たちを応援してあげてください。また選手たちも最後までついていってくれて本当に感謝しています。1年間本当に皆様ありがとうございました。今シーズン選手、スタッフともに日々を大切に過ごし全力で取り組んでくれましたが、思うような成績が得られず皆様には大変悔しい思いをさせてしまい、それにもかかわらず毎試合熱い応援をしていただき背中を押していただき本当にありがとうございます。来シーズンより新たな経営体制のもと、クラブは日々を過ごし、地域の力をもっともっと大きなものにできるよう取り組んでまいります。これから新たなチャレンジが様々続いてまいりますが、これまでの歴史のもと人々の思いもつなぎ、クラブは前に進んでまいります。来シーズンより様々なことが進み、クラブを必ず大きく前進させてまいりますので、引き続き我々も背中を押してください。ぜひ力を貸してください。よろしくお願いします。1年間ありがとうございました。
続きまして SC 相模原会長望月重義よりご挨拶させていただきます。望月会長よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、SC 相模原代表の望月です。本日はホーム最終戦にお集まりいただき誠にありがとうございます。今シーズン1年で J2 復帰と大きな目標を掲げシーズンを戦ってきましたが、立ち上がりからなかなか皆さんに期待に応えれるような成績が出せず本当に申し訳ございません。ただ選手スタッフ本当にこう最後まで全力を戦い、クラブのためにまたエンブレムのために全力を尽くして戦ってくれました。最後ですけどねぎらいの拍手をどうぞ送ってほしいと思います。このような立場でまたこのような機会で皆さんとお話しするのは最後になりますが、先日リリースにもありましたが SC 相模原は来シーズンから DeNA の連結子会社となり、今シーズンをもって代表取締役の役を退任します。また別の立場で来シーズン以降もこのチームをサポートしていきたいと思います。よろしくお願いします。思い返せば2008年この相模原でゼロからチームを立ち上げ今年15年目になりました。2014年には悲願の J リーグ参入、2018年に最終戦にはこのスタジアムが満員になり緑一色に埋まった光景はまだ忘れられません。昨年は J2 初の戦いにもなりましたし本当に皆さんに助けられたシーズンもしくはチームだったなと思います。ただ一方で順風満帆にここまで来たわけではなく流れの悪い時、いい時、勝った時、負けた時でもいつも同じように我々クラブを温かくサポートしてくれたのはファンサポーターの皆さんです。来シーズンから西矢を中心にこのチームをリードしてくれると思います。彼とは2年仕事を一緒にしましたがサッカーに情熱がありやりきる力を持っています。必ずこれ以上、ここまで作り上げたチーム以上のものを必ず作ってくれると思いますのでぜひ皆さん温かくチームそして彼を支えていってほしいと思います。最後になりますが本当に15年間ありがとうございました。また引き続き SC 相模原を応援よろしくお願いします。ありがとうございました。望月会長ありがとうございました。これにて SC 相模原2022シーズン最終戦セレモニーは終了となります。